山下梨沙郎素晴らしい屋良吉影どうも大変なことですなおけがはいかがですありがとうどうもまだめまいがしていけませんでも昨日あたりからよほどいいように思います それは結構ですな。まあ、ごゆっくり養生なされなければいけません。しかし、馬術の方はなかなかお上手なあなたが、どうしてまたそんなお怪我をなすったのですかな。それが不思議でならないのです。常から猫のように素直な秋草が、あの日に限ってどういうわけか、まるっきり私を寄せ付けないのですよ。不思議ですな。 それで、どうなさいました。いつこも心配していますからよほどよしたかったのですけれど何しろ大会のことではあり正面の貴賓席には総裁の宮様もご上覧になっているしするのでようやくのことに乗り沈めて馬場を回り始めたのですあの時は本当に見ていてもハラハラしましたわでもおとなしく駆け出したのでまあよかったと思っているうちにパーッと 後足ででになるんでしょう危ないことですな驚いたでしょうこいつは気をつけなければいけないと油断はしなかったつもりですが一つのカーブをした時ブルルッと頭を振った秋草の顔を見て私は驚きましたよなぜってその目の色がタダではないのですええー、一体どうしたのでしょうな ガクッと蔵の上で前のめりを感じたと思うと秋草は足をそろえて立ち止まってしまいましたしまったと心づいた時はもう遅かったです私の体は強く空に突き上げられ世界が23度宙返りをしたように感じた瞬間秋草の跳ねているひずめと青空の色が見えたっきりであとは何も覚えていません やれやれして傷の方はどんな具合ですか何でも先生のおっしゃるには傷は知れたものだけれど強く打って脳震盪を起こしたのだから当分は静養しなくてはいけないんですってそりゃあそうでしょうしかし普段おとなしい馬が大会の日に限ってなぜそう荒くなっていたのでしょう不思議ですなあ 不思議はそればかりじゃありません。ことにもっと不思議な事件があるんです。まだ不思議なこと本当ですかいつこ、お前、吉塚さんにビールでも取ってきてあげたらどうだいどう、どういたしまして。私も昨年の不詳以来、酒類は一切やめているんです。いや、本当に。だから奥様、どうかお構いなさらないで。 だっていける口なのだからビールくらいはいやそれもいただかない方が近頃は頭の調子がいいんです本当に遠慮なんかしませんそれより斉藤さんその不思議な話というのを承ろうじゃございませんかその話というのはなんだか少々階段じみて話しがたいのですがね構いませんともどんなお話だって 事件というのは昨晩のことですもう昨晩どうしました私の容態ももうそばに突き切っていなければならないほどでもありませんから疲れているこれと付き添いの看護婦は次の控室へ下がって寝ることにしましたあれは10時頃だったかな10時を少し過ぎた頃でしたわそうだったね 私はふだんから明かりがあっては眠れない習慣になっていますので伝統はいつこに消してもらったのですそれからどのくらい眠っていたか判然はしませんがふと気がつくと誰かが私の胸を押さえているらしいのです最初はいつこが氷のんを取り替えに来てヤグをかけ直してくれたのかと思いましたが目をかすかに開けてみると のな私はなんだか言い知れない危険を感じたのですそれで抑さえているものを払いのけるように身をもがくとたんに額に乗っていた氷のうがカサッと音がして滑り落ちましたようやくのことで私は誰だと声をかけると胸を押さえていたやつはそれに驚いたのでしょう 真っ暗な中で動いた拍子にあの台の上に乗っていた花瓶をひっくり返したのでガラスの花瓶は音を立ててみじんに壊れたのですよ私はすっかり恐ろしくなりましたなるほど君が悪い話ですな私は夢中でいつこを呼びましたそうよあまりけたたましい呼び方なので何事かしらと驚いた私は 灯をつけたのですがああやだどうかしたのですか明かりがついてみると部屋の中に誰もいないのですえ誰もいないその時誰かがドアの外からあちらへ逃げてゆく足音が聞こえましたではその扉から逃げ出したのでしょういや ところがこの扉は酔いからちゃんとかけ金がかけてあったしその時も外れていなかったのは確かなのですそれから控室の方にはいつこも看護婦も寝ていますからそちらから出入りすることはなおさらできませんたった一つ開いていたのは換気窓ですがご覧なさい高さはあの通り床から7尺も上にありますしたとえ手は届くにしたところで。 どうして5寸や7寸の付き合いから出入りができるでしょうすると夢でもご覧になったのじゃありませんかご冗談でしょう誰が夢のお話などするものですかまさに正気だったのですその証拠に花瓶が砕けて生けてあったフリージアやヘリオトロープも床の上に散らかっていましたし この花瓶の陰にあったいつこの虫歯の薬も瓶が倒れてすっかり台の上にこぼれていたくらいで誰かが忍び込んだ後はありありと分かっていたのですよまだ恐ろしいことにはナイフがナイフが見覚えのないナイフが床に落ちていました角絵のついたジャックナイフですとぎとぎした いかにももよく切れそうなものでしたところが後で聞いたのにはこのナイフはこのお隣の病室へ入っておられる方の持ち物だそうで昨夜の酔いからどこへなくしたのか見えなかったということですお隣のナイフがここの床に落ちていたというのはいかにも疑問ですなお隣の患者はどんな人ですええ何でも中国あたりの酒造家の奥様ですって。 その奥様のお妹さんが付き添っていらっしゃるご様子だわご存知の人じゃないんですねいいえちっともお隣同士へ入院して初めてご挨拶したくらいですものこの扉の外までは誰でも来ることができますね表門から庭伝いに来ればだから不用心でね何しろ玄関から履物を預けて廊下伝いで来るより 庭を回ってここから上がった方が便利ですから付き添いの人も見舞い客もみんなそうしているんですよそれでこの事件を誰かにお話しなすったのですかそれですよ何しろ確かな証拠と言ってないところへ格別盗難にかかったわけでもないのでうかつにしゃべって臆病だと笑われるのもつまりませんからね まあ、井村博士でもいらっしゃったらお話ししてみようと思っています。井村博士とおっしゃるのは、ここの院長です。もういいご年配で立派なお方です。乗馬大会もご一緒だったものですから、私が負傷をするとすぐお願いして入院させてもらったのですが、ずいぶんいろいろお世話になりましたよ。それはそうと、大会はいつでしたっけええ。 四日前のことですわ。ああ、四日前。昨日が三日目のことですな。吉塚さん。何か考えつきましたか。いいえ、どういたしまして。さっぱりわかりませんな。謎。 見舞いに来て不思議な話を聞かされたのが20年間一つの職業を忠実に一貫してきた小学教師の吉塚良吉患者に付き添っているのは良吉の妻が以前奉公していた主家の娘今はいつ子夫人負傷をして寝台の上に横たわり水枕と氷のに挟まれた不安な顔を見舞い客の方に向けて恐ろしかった思い出を語るのが いつこの夫で斉藤氏いつぞや自分の長男が一心に読みふけっている書物が探偵小説であることを知った時威厳そのもののような顔をして読むのを差し止めたことを良吉は思い出した「卑しくも文学書を読むのならこんなものを選ぶのじゃない」「もっと他の有益なブルタークの英雄伝のような正道なものを読みなさい」と言って聞かせたものの 自分より新しい文学をし進んだ頭を持っている長男からそんなことを言って軽蔑されはしないだろうかと気遣ったものだけれども素直な長男は別段手向いもせずそれきり探偵小説を読むことはよしたが探偵小説なんてどんなものかとほんの調べるつもりで覗いたのが不覚のもと知らない間にミイラ鳥がミイラになってしまった。 しかし長男の手前もあるので学校の若い同僚のを借りることと学校で手のすいている時だけと読む範囲を限っておいた去年不慮の災難が動機になって禁酒してこの方アルコール中毒からはどうやら免れた代わりに近頃は修行の金も校長の白い目もうつつのようにすっぽかして惜しそうにページを折っているところは どう見ても急激な読み物中毒症状であるおかげで教科書のつもりでか角めらしく小説本を教室へ抱え込んだこともひとたびならずある良吉は斎藤氏の話にもうじっとしていない急にそわそわとし始めた花瓶の乗っていた台それにはもうガラスの破片すら残っていないただ刺してあった花の形を 色をはかなく想像してみるだけのことである台にはまだ強い匂いが残っている庭へ降りる戸口扉の高さは六尺ガラス入りで観音開きそのうちにカーテン換気窓は手が届きかねるほど高い扉を開けると三つほど石段を下りてひんめくったら下から真綿の出てきそうな柔らかい芝生が 午後のうららかな日を受けている控室とこの病室を仕切る扉これは普通の板戸で何の仕掛けも異常もない鉄製のベッド白い寝具氷濃薬の匂い氷を砕く音廊下を引きずるスリッパの音そしてジャックナイフ闇の中の気配砕け落ちた花瓶 スイカ足音いくら考えても涼吉の頭の中は同じことを繰り返すばかりで判断がつかない斎藤氏の信頼の裾にかけてある乗馬服はいつこの手で砂一つとどめずきれいに払い清めてある涼吉はふとこんなことを思い浮かべた「探偵小説は終身教科書と同じようなものだ」 ことさらに読まずとも実行できるものもあればいくらむやみに読んでも人間によっては犯罪にしろ探偵にしろ応用すらできないものもある要するに要するに夫人大会の日には奥様もご一緒に見にいらっしゃったのですな。 はあ、拓がやかましくおっしゃるので行きましたのあまり気が進まなかったのですけれどだって朝から虫歯が痛んで仕方がなかったんですもの歯が痛くっては不愉快でしたろうちょうど井村先生から電話でお誘いがあった時夫がそのことを言ったのでしょうわざわざ博士がお薬を持ってきてくださったのその薬で治りましたかはあ 脱脂綿を小さくしてそのお薬を塗ると間もなく痛みは止まったんですあなたご自身でつけましたかいいえ博士から教わって夫がつけてくれましたの博士はもうちゃんと乗馬服をつけていらっしゃって夫の後ろから私の口をのぞきながら薬のさし方を指図してくだすったわあの看護婦は病院からつけてよこしたのですかいいえ 私一人じゃ手が回りかねますから、バツバツ看護科へ私から電話をかけてきてもらったのですわ。今後は上手ですか？もう古くからやっていると見えて看護の方は慣れています。しかし無口で寂しい感じのする人ね。看護婦。これは看護婦さん。 どうも、いろいろご苦労さまですあなたのお仕事もなかなか楽じゃありませんなどうでしょう斎藤さんの入院はまだ長引くでしょうかなはい院長さんはまだ何ともおっしゃいませんがもうだいぶんおよろしいようですからなるほどそれであなたは始終この病院へいらっしゃいますかいいえ 以前はこの病院に勤めていましたけれど出ましてからあまりここへは参りませんどうしてでしょうそういう方ならここの勝手もよく分かって都合がいいでしょうがなでも次々へ新しい看護婦が増えますからあの斎藤さんの奥様ですなあの方は患者のそばから離れたことはありませんかああして付ききりですか わい間はもちろんお爪め切りでございましたお見舞いの方も次々へお越しでお忙しいようにお見受けしましたが昨日お昼まで一度お宅へお帰りになったようです本宅へですなすぐ帰っていらしたからそのついでにお買い物をなすって院長さんのところへご挨拶にいらしたようですよあなたは 昨日を寝てかか。ら目を覚ましたかええ中途で患者さんがお呼びのようでしたから起きようとしますと奥様が何でもないから休んでいいとおっしゃったものですからそれからまた後になって起きたでしょうなぜでございます私は奥様とご一緒に控室でよく眠っていました嘘を言ってはいけませんよ あなたはなぜそんなことをおっしゃるのです。わしは取り調べる権利があるんじゃ嘘を言うとあなたのためにならん。おれ、なんで笑うのじゃねえ。何がおかしい。だって私、私先生を存じているんですもの。おや、なぜだろう？私、小学校にいる自分を教えていただいたことがあるんです。もの。 あなたは吉塚先生でしょななるほどこれはいかん化けの皮がはげたなおおちょうどいいそれなら聞きたいことがある食堂へ行きましょうお汁粉ぐらいおもるからな付き添い人 お天気結構でございます本当にさよでございますね私はお隣の斎藤という患者の身内の者ですがお姉様のご容体はいかがです、はああおかげさまでいい方でございますけれども何しろ手術を受けた者ですからお手術を どこが悪かったのですか。はあいや何そのやはり院長の手術をお受けになりましたかいいえ鳥川博士にしていただきましたのなるほど副院長にねところであなた近頃この病院に盗ッ人がウロウロするって話をご存知ですか、まあ とも存じませんわ。本当ですの。ちょいちょいもろんがなくなるということです。まあいやだ。そういえば、昨日りんごを剥いたナイフが知らない間にお隣へ落ちていたそうですが。やはり盗人の仕業でしょうか？まあ、そうらしいですな。 よく戸締まりをしてお休みにならねばいけませんよ昨夜はどうでした扉のかけ金はかけて休みましたように覚えていますわそのナイフはいったいどこへ置いてあったのですか廊下の流し場で洗ってそこの窓枠にちょいと載せたまま置き忘れていたらしいのですでは 誰でも盗んで行ける場所ですね。はて物騒千本なところでお宅のお部屋にフリージアとかヘリオトロープとか花を生けてはありませんかい,いえどうしてですの生けていなければ結構です。だいたい、ああいった香りの高い花はご病人には毒です。どうも。 のぼせていけませんなあ博士このたびは手中ご厄回になりまして斎藤さんも大層ご厚意を喜んでおりますいや行き届かぬことばかりですあの方も思いがけぬご在なんでね私も心配しましたがまあまあ大したおけガでなくて結構でしたよ ああ不幸中の幸いとでも申しましょうかもっとたびたびお見舞いするのが本意ですが私もうこれで随分忙しい体なのでねごもっともです院長さんとなれば診察のほかにご用も多いでしょうからな治療から院務の監督から研究までやらなければならないのでゆっくり休息する暇もありません そのお忙しい中から乗馬だけはご熱心だそうでなかなかの名人でいらっしゃると斎藤さんも敬服していましたおや犬が吠えていますね病院に飼っているんですか研究用に犬やカイウサギなどが必要ですからいい匂いですねこのお花がです昨日せっかく博士から頂戴した花を ちょっとした粗相から花瓶を壊しましてめちゃくちゃにしたものですから奥様も大変惜しがっていますどうでしょう甚だ虫のいいお願いですが23本これを頂戴できないでしょうか音質にまだ切り残したのがありますから新しく切って差し上げましょうどうも恐縮でございますがそう願えれば結構です それからもう一つ奥様のお願いがありますやはり虫歯が傷んでならないから先日のと同じお薬をもらってきてほしいとのことですがおおまだ痛みますかそれはいけませんね取ってきてあげましょういえー、どうつかませりましてちょっと処方箋へ一筆書いていただきましたら私が薬局へ回って頂戴いたします 博士が手ずから切って整えた絢爛な花束福幾たる方向薬局で受け取った鎮痛剤強烈な周期それを携えて良吉は長い廊下を病室の方へ帰っていくと急に後先をうかがった彼は廊下からスリッパのまま芝生の上へ降りて すたすたと動物小屋の方へ引き返した金網張りの小屋の中に春ゅする動物たちぬいぐるみを置いたように静かにうずくまっているカイウサギの群れ砂を浴びてハムシを落としているニワトリのイクは、陽光を背に受けて長くなって寝そべった何頭かの犬つえた絵の周期と飛び交う金馬へ。 それらに目もくれない涼吉は頑丈な鉄格子のはまったおに近づいたそこにはたくましいオスザルが吐く息数息ごとに横っ腹に静かな波を打たせて眠っている背をつつかれたオスザルはむっくり起き上がり不況気な顔つきで両基地を見返すすると涼吉の肘は伸びてオスザルの顔を撫でるように薄紫色の花が揺れる えならぬ香りがこびるように辺りへ散った今まで落ち着き払っていたオスザルは何に興奮したのか急に後ろ足で伸び上がり激しく鉄格子をゆすりながら壊れた笛のような鳴き声を上げてはあえぐせっかちに檻の中を立ちいつありさま涼吉はこれを見て無邪気な小学生のように喜んだ 自分が教師であることもまた三人の子供の父であることもすっかり忘れてしまってオスザルにからかうのに余念がなかった今度はたもとを探って丸めた紙切れをその足元へ投げつける同時にオスザルは悲鳴を上げて飛びのいたそして恐怖に満ちた目でその神玉を見つめている良吉はいつまでもいたずらを繰り返して 心から愉快そうに笑っていた秘密地上には怪奇だとか神秘だとかいうものはないものですよそれは吉塚さん一体どういう意味です人間というものはですな自分が知らない間にあぜ道に種をこぼしておいて それが芽を出して花が咲くと原因も何も考えずにさも奇跡を見つけたように不思議がって勝手に神秘を作り上げてしまうものです。と言うと偉そうに聞こえますがこの私だって随分神秘で片づけてしまうずるい仲間だったのです。が世の中というものは何が役に立つかわからないものですなあ。 もうあなたもご退院なすったのだから申し上げますがなぜ私が薬器になって退院をお勧めしたかというにあんな病院に長くいればまたどんな事件が起こらないとも限らんからです私はあなたが落馬なすった話を聞いて普段おとなしい秋草がなぜその日に限ってそんなに暴れたのかということが第一の疑問だった 私は馬のことは不安ないですが、秋草が最初からあなたを乗せることを拒んだのでしょうこれはきっと秋草の嫌がる原因があなたの方にあったに相違ないと考えました。ところが、その原因はわかりました。奥様の虫歯ですよ。えいつこの虫歯ですっていかにも。 虫歯が秋草を怒らせたのです奥様が虫歯の痛みで困っているところへ井村博士が薬を持ってきてくれたのであなたは早速ピンセットで綿を挟んで奥様の歯に薬を塗りました薬瓶を持った井村博士はあなたの背後から同じように歯を覗き込んでいたはずですなその時瓶が傾いてこぼれた薬が あなたの黒い上着に染み込んだのをご存じなかったでしょう馬場であなたが風上の方から乗ろうとしたからたまりません秋草はこの嫌な周期から避けたいために暴れたのですいや馬に限らずどの動物だってクレオソートの強烈な臭いは嫌いますからなまだ秋草を会場まで馬邸の悠介さんが引いていったからよかったものの この屋敷から乗って行ってご老じなさい電車通りの敷石の上真っ逆さまだったかもしれませんってほほうじゃああの病院へ忍びまあお待ちください順序を追うてお話ししましょうあそこの戸締まりは厳重でしたしあんな高いしかも狭い換気窓から忍び込んだものがあるとすれば まさに人間技ではないと思いましたがやはり人間以上のものであったのです外国の偉い小説家の書いたことが私の頭脳へピーンと響いてきましたよ入院なすってから3日目のことあなたのご容体がだいぶんいいので奥様はいろいろ世話になったお礼に井村博士の研究室を訪問されたのですなその時博士は 話が済んだから温室の花を切ってきてガラスの花瓶と一緒に奥様へ渡して斎藤さんの枕元へおいくださいと言ったそうですどうもすこぶる意味慎重なのですよそれから博士に案内されて奥様は研究用の動物を見にいらしたのですが檻の中のオスザルはその時バカに興奮していました 奥様がちょいと腹束で払うとそいつは渾身の力で飛びかかろうとした形相がとてもすごかったので奥様は恐れをなして逃げ帰ったのですそれもそのはずでしょう博士は奥様が訪問されるすぐ前にこの猿へある薬液を注射してあったのですもの私は黙ってその研究日誌を執敬してこの通り破り取ってきましたがね ご覧なさい。注射の日と時間と反応は書いていますが役名を書かないでわざと化学記号で書き入れてありますよ記号は C23H32N2O4 です。この薬液のためにただ1匹で飼われているあのオスザルは異様に興奮していたのです これだけではまままだ謎が解けますまい。では申し上げますが薬液というのは強力な正常促進剤です強畜灯科のある植物の皮から生した毒物でねそこでその晩ですあなたが寝ていらっしゃる病室の扉の外へ忍び寄ってそっと とカーテンの隙間から覗いていた男がありました。しかし、これからの話はごく内密にしておかないと奥様の耳に入った場合、気持ちを悪くなさいますからな。いいですか？大丈夫ですな。覗いていた男は？井村博士ですよ。その時室内ではあなたに付き切りのため帯も解かなかった。奥様が。 扉もカーテンも閉じて上半身を肌脱ぎになり洗面器の水で雪のように白い肌を拭っていらしたそれをじっとまばたきもしないで眺めた博士は寒気に襲われたようにブルブル震えていましたがそのうち奥様も肌をお入れになるし博士もようやく我に帰ってそっとその場を立ち去りました それはあまり博士を見くびりすぎやしないですかどうもあまりな話ですが事実であってみれば仕方がありませんなそれから博士は夜中であるにかかわらず研究室へあの猿を連れ込んでまたもやその薬液を注射したことはそれその日誌にちゃんと書き込んでありましょう。 猿を連れて再びあなたの病室にうかがいよった博士の手には21号室の人が窓枠の上へ置き忘れたジャックナイフが光っていましたのぞき込んだ博士は今度はなおさらいけないものを見たのですってその奥様が控え室へ寝に行きなさろうとする時奥様は氷のうの位置を直しながらあなたの顔の上へ ご自分の顔をおかよせなすったそれを見た博士はカーッと目のくらむような思いをしたにそういないんです瞳は鋭く嫉妬と陰謀に燃えていたことでしょうでもまだ時刻が早いと見てとって木陰に忍んで機会を待っていたらしいですないい頃だと 猿を放したのですその手にジャックナイフを持たせて窓から漏れてくる春の香りを慕って狭い換気窓から体をくねらせてまんまと忍び込みましたところが闇の中に彼の見た人影は奥様でなくてあなただったのです猿はそこで一つの模倣動作をやりました彼は もろ手であなたの胸を押さえジャックナイフを逆手に取ってまさにあなたの体へ鋭い先端を突っ立てようとした時運よくあなたの目が覚めましたあなたが誰だと声をかけたもんですから猿は面食らって飛びのく途端に花瓶をひっくり返してさらに薬の瓶まで倒したので鼻をつくようなクレオソートの周期です これにはさすがの猿もへきへきしてナイフも何も捨てたまま元の換気窓から逃げ出し博士もまた事の破綻を知ってそのまま扉の陰から駆け出したのですよちょっと待ってください今思い出したのですがねクラブでもっぱらな風評によればあの井村博士は千年結核性の病気のために手術を受けて 現在では性に関係のない体になっていられるということですし一般からは学得の高い人格者として認められている紳士ですかねちとどうもあなたの話はうがちすぎているようでそれだから私の推理が当たっているんですよあの博士が健全な体だったら私の考えを根本から組み直さなければならなかったでしょうええ 現在では朝鮮もそんなことはないでしょうが韓国時代にはですな宮廷に仕える求心連は皆虚勢をしたそうですところがそのためにその政情は男性的な弾力を失っていって次第に猜疑深く嫉妬深くなったということを聞いています井村博士の場合がそれです 博士は乗馬クラブであなたと懇意になって以来しげしげあなたの屋敷を訪れるうちあの堂々たる風刺と巧みな弁舌に魅せられてあなたはまたない人格者として信頼しておられたんでしょうだから全てのことがいい意味にしか解釈されなかったのも無理はありませんが博士はあの年齢をもってあろうことか 初々しい逸子様を恋していたのですぞいや言い方が露骨で悪くはお許しください湾曲な言葉は文学者でない私には使えませんからなあなたたちのむつまじい中を見て内心嫉妬の炎を燃やしていた博士は醜い陰謀を胸に包んで機会を待っていましたそこへ乗馬大会の日です 馬がクレオソートの周期を嫌うくらいのことは彼にも分かっていたはずですなどうもあれだけの病院長で博士の肩書きまで持ちながら不自由らしく人妻を恋するとは確かに異なっておりますお気づきかは知りませんが井村博士は変態性欲者ですよ 研究のためにサルウェー美薬注射をやっているだけでなく博士自身も同じ薬液を注射しているんです私は博士が夫人の乳房さえ見れば異常に興奮することをちゃんとこの黒い目で見届けたのですそして博士が薬品の中毒にかかっていることも充血した目と著しく赤みのさしている唇を見た時すぐカンパしてしまいました それであの夜あなたを殺させる目的で猿をそそのかしたのですがひっくり返したクレオソートによってあなたは危ないところを救われました秋草が暴れてあなたを負傷させたあの虫歯の薬のおかげでねところが私が薬局へ行く時博士の書いた処方箋を見ましたらね KREOZOTUM と書かないで英字で CREOSOTE、e、プレオソートと書いてあるではありませんか知と医学者としてふさわしくないとは思いませんからあの人は確か一等軍医で医学博士だってことですね悪いことはできないものですよ散々低層をもてあそんだ挙句 約束を実行してやらないため彼を恨んでいる哀れな女が何もかも洗いざらいしゃべってしまいました驚いてはいけませんよ真っ赤な嘘です軍医でも博士でもないのです遺書さえろくに読めない免許さえどうだか怪しい偽物だってそれから副院長の鳥川博士も 薬物で博士になった男で医術の方は空っ気しダメなのでそんな男に手術を受けるなんて危険も極まりないという話でしたとにかく物騒な病院ですよくあれで秘密が外部へ漏れないものですねきっとキャツラは大山氏で今に誰かから面の皮をひんむかれる時期が来ることでしょう私たち教育者はね いつも大勢の生徒を預かっていますがその中には随分頭壁のあるのや手術な不良児が混じっているんです善悪ともに人の心が読めないようでは務まらないとともにあらゆることをも知っていなければなりません私は最初から博士が怪しいと睨んでいましたが果たしてこの判断は間違ってはいなかったのですよどうです 化け物の正体見たり枯れ尾花手品の種が知れるとちょっと意外なものでしょうとうとう数百元これ皆良吉の言葉である素晴らしい推理の力ではないかかつては妹婿を詐欺男と間違えてせっかくもらった金子を教会へ寄付してしまった良吉の言葉として何人も意外さに驚かないであろうか これが妻や友人たちから頭脳が悪いとけなされた吉塚君の推理と思えようか事実は少しも間違っていなかったのだそれから間もなく理由は公表されなかったけれど井村病院は調査の結果関係から閉鎖を命ぜられ誰一人井村院長の姿を見かけたものはなかった。